Next gohobi is a delicious cuisine. It is a great dish that Guitar Machia recommends. Soraga, Kochira, Shimakitazawa ni aru kono o mize de Machia san no goryushi。というわけでですね、今日は一日を通してドラム&和太鼓の罰ゲームからのご褒美をお届けしているわけですけれども、はい、さっきね、私プレゼンツの、ね、クロノさんに足つぼのマッサージをプレゼントということでやりましたけども、あれは癒しだったのかい？いい汗かきました。もうすっきり体も軽いじゃないだいぶ軽くなりましたでしょ。軽いけどさ、さっきスキップみたいな歩き方しました。もういいよ。トカロディ、ゼペンゴーメイテイナニ。はい、皆様お待ちしておりました。よいしょ、到着しました。ここはですね、まあ、私スープカレー大好きなんですが、そうですね、スープカレーといえば、まあ、私北海道出身なもんで、まあ、いろいろ食べてきましたが、はい、まあ、その中でもですね、私のおすすめ、マジックスパイスをですね、マジックスパイスさんをですね、今日はご案内しようかなと思いまして、はいはい、ですね、辛いほどにうまいというね、なるほど、スープカレー、そういったスープカレーになっております。クロナさん、スープカレーだそうですよ。ウカナイカウシーテイマスガ大丈夫。なんかこのお店来てね、私も知らないんですが、はい、こういった感じで段階がこういろいろあるわけですよ。これ辛さの段階ってことですよね。なんですか？辛さの段階です。なんかここに書いてあるんですね。書いてますね。覚醒からスタートして、はい、はい、最上級。覚醒がスタートですからね。最上級。そうだ。まず覚醒するんだ。マッチがおすすめなのはどれですか？ですね、コクの、はい、コク200ってやつがあるんですよ。これコクの200。ほう。マジコクって一番上にないなんか。Koku te sota karai rashi kedo Krona san karai no daijubu。 そもそもの話して、スタジオとかで、ね、頼むじゃん、電話とかで、ね、頼むね。で、デリバリーのさ、カレーとか、はい、俺、ニヤマとか食ってんだよ。そもそも、ニヤマだよ。そんな甘い自分、一山じゃないんだよ。甘い自分とはあれなんですよ、ここのメニューって辛くないと、量も少ないんですよ。面白いな。へえ。なので、やっぱりお腹いっぱい食べていただくためにたらふく、なるほど、はい、まあ、豪華ディナーですね、それは。ソラデイは、サソク、チューマンシートミマシュ。オーダー、チキンコク200、納豆トッピング。よいしょ。テイユカコクテイドンダケカレノ200テイドゥユイミ。唐辛子の本数でしたっけ、それが。まあ、おおよそピッキーヌが200本程度。それも200っていう。その200なんだ、これ。僕さんもマッチが数字だった時にザワザワっとして。200本って意味なんだ。普通のコクは何本入ってるんですか？25本らしいですよ。今知った。じゃあ約9倍ぐらい。うん、まあ、おおよそね、もうほぼ1倍か。本当に納豆が入ってるんで、マイルドになってます。マッチさ、はい、まあ、店員さんもこれを聞くときに、はい、マッチ屋さんもマジやばいっすよっつって。ちょっとね、マッチ屋さんのは普通じゃないっすよ。普通じゃないっす。大丈夫かしら。ソーディはゼペンゴーメイノートジョーデイズカモンコク200。はい。あ、これカレーなんだ。はあ、なるほど。想像してたビジュアルと違う。はあ、なるほど。はい、というわけで揃いました。はい、はい、来ましたよ。いい匂いがしてます。マッチーのね、オーダーで揃ったんですが、私だけリアルに明日テレビの収録で歌わなければいけないので、私はですね、真ん中のカラーさ、目半、目半ですね、がにしました。で、これでも、これでも辛いらしいんですよ。通常はゼロがあって、はいはい、はい、そうです。これでも辛いらしいですが、ただ、辛いほどうまいっていうのが基本根底にあるんですよ。そう、色が色が違うよ。違うんですよ、すでに。こっち、黄色い色してるんですけど、見えるかな。こっち、赤いです。赤いっすね。はい。シュートゥ、マチアさん、食べてみてくださいよ。
いつも通りの味かちょっと確認していただいて、はい、あ、匂いも違う、いただきます。あ、久々だ、うん、あ、その懐かしい感じだよね、久々だって感じ、あ、でも全然普通に食べてる、うん、うん、おいしい。あ、早く食べたい。Wow, oishi so da ne. Jar Krona Sun. Let's eating. はい。ちょっと赤い。本当にね、去年あのジェットコースター乗る直前の気分と一緒なんだよね。どっちもご褒美ですね。そうです。去年もご褒美だったね。うん。あの救っては戻しようだから、ね、自分で言える気が怖いんだよな。去年は乗ってるは勝手に動いたじゃん、ドーンって。今回自分のさじ加減ですから。いただきます。まあ、怖いな、こっからスタートするんでしょ、だって辛いの、まあ、弱いんすよ。いただきます。むせないように注意して、うん、あ、意外と大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。あ、タイムラグあるんですね。あ、そっち系の辛さだ。後から来るやつね。痛い辛さ。美味しいですか。本当ね。言葉にならない。辛さ、ラッシーやります。あ、ラッシー。ラッシー、大事だった。汗が出てきました。毛穴が開いてる感じがする。あ、もう今日も新陳代謝が超良くなった。ちなみにご飯と一緒に食べますか。はいはいはい、うん、カレーですからね。ターメリックライスとね。よだれがたくさん出てくるよ。あ、それもう体が求めてるじゃないですか。なんか納豆の意味がちょっとわかるな。納豆が必要っていう。納豆重要ですか、うん、納豆わかるなって。うわー、いきましたね、うん、ほんとに、ね、食べた瞬間ですぐ辛さ来ないじゃん、うん、すげえうまいのよ、うん、最初うまいんだけど後からうわーっつんだから。あ、今汗かいた。僕がね、だって一口食っただけですそれっすもんね。そう、なんだろう、喉の食道っていうか形がわかる感じ。すごい強いお酒と一緒ですね。あ、そうだね、そういう感じ。それでは皆様召し上がり。ああ、まあ何口かはいけるけど、果たしてこれを全部いけるかっていう。僕はこれ全然大丈夫ですね。あら、これ多分マッチーが感じてる感じで美味しさを感じられてる。辛っ。普通に辛いけど美味しいですね。それではクロナさん、ゴーホービータイム、スタート、 Here we go。 はい、じゃあ、はい、いただきます。いただきます。これうまい。めっちゃ美味しいね。うん、で今マッチがコホって言ってたよ。でもここやっぱめっちゃうまい。さあ、すごい合うよ。あ、いけ。クラさんずっと進んでないじゃん。そっからクラさんね、スプーンがずっとね、ここ上下してるだけなんですよ。でもこれ優しいと思う。本当に。これは全然喋ってないけど大丈夫ですか。ご褒美。クラさん、ご褒美でなんか痛いと辛いしか言ってないですけど。あー、ごちそうさまでした。うわー、早っ。すごい、なんかボワーっとしてる。腹いっぱいになってきたよ。これ結構ボリュームあるね。ふざけてけど。いろいろバラエティ見てたこのぐらいのギブアップする
食えばいいのにな、この最後とちょっとなのに、これ入んねえな。ここでタイムアップ、フィニッシュ。はい、終了ですか。美味しかったです。でもここまで行ったからどうですかね。すごい、でも美味しかったから食べれたと思う。これ辛だけだったら多分絶対食べれない、ね、うん、そうですね。まあ豪華ディナーなので、うん、はい、美味しかったです。というわけでね、あの東京が下北にある、はい、はい、お店でございます。マジスパ、マジックスパイス、マジックスパイス、下北沢さん、下北沢店さんですね、はいはい、すごく美味しくいただきました。今日は私たちのためにアップいただいてありがとうございました。ぜひ皆さんも来てみてください。2018年、話題ドラゴンバトル、はい、罰ゲーム、そしてご褒美、はい、の、収録でした。あ、そう、どうでしょう。なんでそんな燃え尽きたみたいな感じになってるの。2人のためにもみんなが集まってるんですか今日。頑張ったら今日1日、私もバトルね、2018年トロカイロツアーの、罰ゲーム&ご褒美でした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかった。ぜひ皆さん来てください。